岡田監督、ひどいな。走塁ミス連発に怒り沸騰。5回に満塁で近本の先制仲間枝で二塁走者が生還できなかったシーンもあんなん完璧ミスや。西で満塁で、センター前のゴロのヒットで、なんでよう帰ってけえへんのと怒り。簡単やんか。行け、言うたら終わりやんか。行くか行けへんかやんか、走塁なんか。行く勇気がないわけやろ、結局は。コーチも生かす勇気がないんやろ。藤本コーチが止めとるんやろと怒りが収まらなかった。名指し批判来た。藤本、やっぱ藤本に対してやな。まあ実際藤本の弱気さはここ最近目立ちすぎてるからな。去年はむしろ藤本の判断にほぼストレス感じることなかったけどな。藤本顔面蒼白ちゃうか。森下そやそや藤本が悪い。まあこれぐらいの責任転嫁するズーズーしさも大事かもな。藤本もそうやし、ランナーもアホばっかりやったな。今年ほんま消極的な走塁目立つわ。そやそうやろ藤本がアホやわ。あんな体勢でストライク返球なんかできるわけない。藤本は安全策以外何も考えてなさそう。ポジションとか相手の肩とかの想定した準備してなさすぎ。走塁ミスで激おこやん。森下と前川と小畑と梅野だよな。一人じゃないからな。みんなが消極的になっている理由を岡田は考えないと。今日の森下は怒られても仕方ないわ。まあ次の試合では頑張れ。岡田藤本にもぶち切れてるやん。ご視聴ありがとうございました。